じゃあレンタル車をちょっと拝見させていただきます。どれがいい？どれにしようかな。これみたい？このレッドカラー。中に入ってみましょう。はい、中に入ります。どうですか？初めて入るよね、こういう中。お、お邪魔します。わあ、すごい、前めっちゃ広いね、ここね。これ超余裕で3人ぐらい寝れんじゃないの、これ。細い人たちだったら4人寝れそうだよね。うちら無理だけど。あー、もう屋根もすっごい高いよ。ちゃんと上換気扇ね。換気扇で、ここ4人掛け、よいしょ。わー、テーブルも広いよ。いいんじゃない？いいな。電子レンジもついてるし。で、横に食器棚入るね。エアコンもついてます。収納棚が結構いっぱいついてて、ベッドも広い。ダブルサイズぐらいあんのかな。2人で超余裕だよね。ここにも電気ね。はい、どうですか？あー、なんか超広いよ、超広い。冷蔵庫も大きいね。あー、冷蔵庫もでかい。うん、これはいっぱい入るよ。冷凍庫と、これはいいね。ここがタンク入れ。タンクが入ってます。で、スイッチ類ね。これいいね、パチパチ。で、シンク。これも折りたたまさるからいいよね。テーブルにしてもいいし、キッチンにしてもいいし。で、本当はうちが真似したかったこれ。これいいよね。うち真似したかったんだけどね。これを本当は作る予定だったけど、技術がなくて作れませんでした。まあまあ、これはこれでいいね。いいよ、十分だよ。買えないけど。ああ、クローゼット。広いよ、うちより広いよ。はい、どうですか？はい。なんか、何？キャンピングカーショーでしか見てないから。なんかこの感じがね。ね。いいね。いいよ、全然。いいさ。あ、いいと思う。いいよ。いや、交換してもらいたいもんだって。収納がいっぱいだね。ほんとよ、収納はあるし、電気はいっぱいだよ。めちゃ明るいよ、これ。みんな LED で。これでもさ、2人ならもったいないよね。もったいない。だって後ろダブルベッドでさ、こっちも使いようがないじゃん。うん、でも寝るんだったら、じゃあ寝るのはこっちがいいな。なんで？え、なんかそこだとなんかもったいない。そこにタンス置く。タンス置いて。もったいないじゃん、そっちの方が。いや、いいな。誰か交換してくれないかな、これ。これレンタル。レンタルです。レンタルできるみたいですよ。そう。で、なんかワンコとかペットと一緒にお出かけできるの？レンタルできるのが、うん、37さんでは2台。へえ。さっきのあのバスコンと、うん、こっち
あー、そうなんだ。が OK みたいな。いいよね。ワンちゃん連れにはありがたいよね。で、さっき見たけど、まあ後で概要欄に載せとくけど。で、この辺、なんていうの地名。なんちゃらって。なんちゃら。地名で。なんちゃら周遊プランっていうのが、だからキャンピングカー買おうかどうしようかって悩んでる人は、ね、スリーセブンさんのこういうのを利用してどんなもんだか、うん、で実際に運転してみてどんな感じなのかとかって、ね、これはいいシステムだね。いいよね。だってもうそんな安いものじゃないからいきなり買いますってわけにいかないよね。やっぱ体験はしたいよね。体験入学みたいな。いや、うちらだってこういうのほら経験ないからさ。ないからね。面白いよね、うん、一泊借りて。本当よ。もう自分の車帰りたくなくなっちゃうんだよ。本当よ。もう交換してくださいって。あれはあれでいいんだよ。コロリンゴもいいよ。そうだよ。まあいいね。でもいいよ全然。だってその無駄がない、まず、うん、無駄のない作り、ね、いや当然なんだろうけど、まあこれはナッツさんのね、欲しいこれ、うん、まあでも本当レンタルできるこういうシステムは、うん、いいね。いいよ。もし買いたいなとかどんな感じなのかなって考えてる方は、うん、ぜひぜひぜひ一度お試しください。カーショップ37さんですよ。はい、はい、これがクレア。これもかっこいいよね。かっこいい。37エボリューションっていう名前みたいだよね。全部本当だ。いいんじゃないかい。スタッドレス履いてるよ、うん、雪道楽しんで。こっちはクレソンだね。ちょっとお邪魔します。一緒だよ。一緒、全く一緒。ピッと、うん、何が違うのね。名前が違う。あ、でも電気の配置とかね。ああ、同じだね、うん、なんか充電システムとかするのかな。FF もあります。まあ、ちょっとこの辺が若干、ああ、若干、うん、でも大して変わらない。変わらないね。いやー十分だねこれはね。ほんといいわ、うん、いいのかい。いいよ。クレソンボヤージュ、ちょっとお邪魔します。お、これはこれでまた違うね。お、後ろが2段ベッドのやつ、で、マルチルームがあります。お、広いじゃん、ここも。はい、お自分の上に照明、はい、見て。あ、全然いい ね。ゆっくりできますよ。何が？ここが調理場で、あ、ここはパタンっていうシステムじゃなくて常にオープン。そうだね。ここにあるよ、ミニ椅子。あれ何、どういうことなの？さっき前どういうことなんですか？あ、そうか、ここ幅が、ここまでだった。そこまであったから、そうそうそう。冷蔵庫がちっちゃいんだね。あ、冷蔵庫がちっちゃい。これ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 。そうだね。ここもベッドになって。あ、なんか窓大きくない？窓大きいね。さっきよりか。気のせいだ。収納もでかいね。収納もでかい。おお。さっきのとまたなんかここのさ、あ、そうだね、屋根の高さが違うのかな。あ、これまっすぐだもん、バンク。あ、まっすぐなのか、うん、あれはほらわさってなったんだね。わさわさって言わないかわさってなった。あ、そういうことか。あ、でも高いね、天井が。高
全然。原氏は163センチの身長で、こんな感じ。余裕だね。余裕。ジャンプしたら揺れるからジャンプしないけど、ジャンプしても頭使う。そこが抜けます。なんでよ。いや今思ったけどさ、これ床なんかこれクッションのやつでいけんじゃん。これあったかいな。あったかい。百均にあるよ。今気がついた。これあったかいわ。うん、足冷たくなんないもん ね。うちちょっと冷たいよね。いい感じ。一応、まあ、スリッパ履いてるけど、まあ、スリッパ履いてるけど。これここから移動もできるよ。雨の日ちょっとテーブルがちっちゃいのか。若干小さめ。狭いねちょっとね。で窓がでかい。窓でかいよね。でかく感じる。これはこれで面白いね。いいよね。このタイプだったらここに2人寝て後ろにタンス。そうね。タンス。で上突っ張り棒をあれして夏のこう、うん、クローゼットのようにかけられる。もちろんね。うん。っていう使い勝手はいいかもしれないね。あ、エアコンがないんだこれ。あ、エアコンがないのか。家庭用エアコンがないのと冷蔵庫がちょっとちっちゃいのが、でもその代わりマルチルームがありますよっていうんで、うん、緊急事態の時は大丈夫だよ。ゆっくりできる、うん、はいはい。実際にちょっと寝てみる体勢に何もう やりようがない。どうしていいかわかんない。あ、そうやっていくんだ。うわ、初めてだよここで寝転がるの。どんな感じなのさ。あ、なんかいいんでないかい。落ち着く。秘密収納庫。どうだい。そっからも景色が眺められるよ。ああ、ここ風通しよくていいんでないかい。寝るときは下からわさっとね。おう、それ電気も横、あの怖くなったらそこつけても大丈夫だよ。まあちょっと電源入ってないけど。はい、どうですか。いいよ。いい、落ち着く。落ち着く。コンパクトな感じで。手転ばないでね。はい、この体でもしっかり寝れます。しっかり寝れますよ。まあでも冷蔵庫もな。冷蔵庫も別に、だってそう、ついてるだけでもありがたいさね。ここも持ってない。ここはお客様来た時よ。収まってっけど。収まってます。ああ、いいじゃん、お客様用。お客様これダメか。あのお客様こちらに座ってもらって、換気扇、はい、換気扇です。これ自動なんだね。自動。はい、やーすごいね。いいんでないかい。ということでした。はい、こちらにテレビがありますね。ここ何さ、ここちょっと、あー靴だな。あー、ベタバタだね。うん、靴ね、いいんじゃないかい。いいね、目隠し。はい、これがクレソンボヤージュというキャプコンですね。はい、いいね。あ、そっか、上のこの形がわさってなってないんだね。まっすぐなんだね。はい、このようにずらりと並ばさってます。レンタルできますよ。あいやー。